私ちゃん目移りしたらお仕置きして泣いて本気だから大好き。ありがとうございました。男の子の目的は何でした。なんかね、なんかちょくちょくモノマネ入ってるみたいなコメントしてくださって、なんかでもさ、なんかさ、僕何モノマネしてるつもりなくてもなんか聞きすぎて無意識になんか何寄せちゃうのかもしれない、もしかしたら。で私ねすごいね、アイドルさんの曲とか高猫に限らずアイドルさんの曲とか歌う時とかなんかずっとその方の声で聞いてるから、すごいその方の声の真似をしながら聞いあの歌っちゃう、いつも。いつもなんか意識してなくてもなんかその方の歌い方しちゃうことある。わかる？高猫ちゃんの歌でなる、わかる？やっちゃうよね、やっちゃう。そう、よくやっちゃいます。私真似しやすいとこってどこだろうね。目移りしたらお仕置きして泣き嘘つき、それでも好き。目移りしたらお仕置きして泣いて嘘つき、それでも好き。ちょっと似てないな。誰の真似だったと思う今。ちょっと似てないな。あと誰だろう。貯めてる土チューバーマーチ、私の価値無価値そんなもんだち。貯めてる土チューバーマーチ、私の価値無価値そんなもんだち。今最初のはナボちゃん。で今のはスーちゃん。ひなたま、ひなたま、ひなたまって難しいよね、意外と真似するの。そう、むかちそんなもんだち。かわいい。やばい、リビちゃん、みんなもうスーちゃんにチクっちゃダメだよ。またスーちゃんに怒られるから絶対チクらないでね。キチテーと同じ現象。もうダメだよ、みんなもうスーちゃんにチクったらダメだよ、私が怒られちゃうから。誰だろうね、誰が真似しやすいかな。スーちゃんの歌声とか成長とともに歌い方変わったりするかも。確かに楽しみだね。確かにそうだよ、今の歌声楽しまなきゃ。そうだよ、チクってごめん。もうダメだよ、もうなんかすごい切り抜き、なんか私がメンバーの真似をしてる切り抜きがすごいね、あの見られて、あのいろいろチクられました。ニクラ、ニクラって真似するの難しいよね。浮気の定義、え難しいな。いや二人でいたら有罪判決。浮気の定義手つないだらって、いや二人でいたら有罪判決。もう私だなこれ。私無理、我できない。されてますき、されてますき。ひめりちゃん、目移りしたらお仕置きして泣いて嘘つき、それでも好き。目移りしたらお仕置きして泣いて嘘つき、それでも好き。難しい、ひめりちゃんも難しいな。でもね、私よくね、お歌の練習するときとかすごいひめりちゃんみたいなね歌い方にすごい憧れてて、すごいひめりちゃんの歌真似をしながら歌の練習するっていうのをやったりしてる。さ、ももなんとかも難しいよね。モノマネがしやすいメンバーはスーちゃんかな。あとね、なんだろう、これ秘密ね、これ秘密ね。難しいな。ももこちゃん、ももこちゃんなんだろう、あれだ、あれです、じゃん、軽い女あなたの好みで、猫耳は無理、目的は何。軽い女あなたの好み、猫耳は無理、目的は何。いや私だな。もうやめよう、もうやめよう、似てない、もうやめます。難しい。ハロリー似てる？
ハルリン真似しやすいかもね。ちょっとぽい、ちょっとでも似てないな。私だよね、これはもう私です。妖精判決の後のモモナのパート早い。確かに束縛なんてしたくないけど、他の女子たち他の女子たちとはね、普通に私だね。ちょっと似てないな。一番真似しやすいのはスーちゃん。あ、でもなおちゃんも真似しやすいかも。スーちゃんとなおちゃんとハルリンが真似しやすいかな、わかんないけど